先月都道府県対抗女子駅伝で17人抜きし注目を浴びた中学3年生のドルーリーシェーリさんがマスコミやファンの対応に不安を感じたため、昨日5日に行われた大会を出場を辞退しました。大空さんは今回のこの出場辞退どうご覧になりますか？やっぱりそのスポーツをやられる方が出場辞退されるっていうことはものすごく重いことで、それを重く受け止めなきゃいけないと思うんですよね。やっぱりその今回のコメントを見ても分かるように、やっぱりいくつかこう階層というかレイヤーが分かれてますよね。一つはマスメディアに対して、でもう一個はそのいわゆるファンの人たちに対して、でマスメディアに対してはやっぱりものすごくこう過剰な、なんか政治家にだって美人すぎるなんとかとか絶対いらないような情報をこう付加価値としてつけようとするわけじゃないです か、 なんかそれが実際に付加価値としてはこう働いてないっていう問題もあると思いますけど、なんかそこはやっぱちゃんと正すべきは正さなきゃいけないよねっていうことと同時に、ファンは今度逆にそれ結構難しいなと思うわけですよ。個人が自分のその裁量の範囲の中で写真を撮って、もしくは場合によってはこの方じゃないかもしれないけども、ある種の性的消費の対象としてやってる方もいて、そういう人たちをこうどう規制していくのかっていうのは、まあ、本当に大きな課題で、これはまあだから法制度も含めて僕は整備し直さなきゃいけない問題っていうのは結構残ってるんじゃないかなという気がしますけどね。本当にスポーツ界の問題点が結構いろいろ混合してて、で15歳っていうと自分でも思い返すとすごく多感な時期で、なんか大人でも過熱報道でちょっとこう心身をやられてしまうアスリートの方がいる中で、やっぱプライバシーとかはやっぱ十分配慮して、本人がやめてというのなら、まあ、それは必ず守られなければいけないと思うんですね。あとは多分こういうのって、あの女性アスリートへの その盗撮とか、あの性的なこう写真とかの問題にも関わることで、なんかこれまでってもうそういうもんだからね、有名だよとか、有名になりたくてやってんでしょみたいな感じで済まされてきたんですけど、この方ってアイドルじゃないし、なんか1回の学生さんで、私あのスポーツ選手とかって、まあ有名になりたいっていうのもあると思うけど、やっぱそのタレントとかでも、タレントでももちろん大事ですけれども、線引きはでもないので、人このスポーツを突き詰めたくてやってるのであれば、それを一番に優先させてあげてほしいなって思うのと、あとは協会として学生さん選手をちゃんと守っていかないと、もう未来ある方がもうここで辞めてしまうことになっちゃうので、今一度ここで本気で協会が考え直して、もうスポーツ選手がスポーツをしやすい環境を整えるのが大人協会の仕事なので、ここであの未来ある選手を守るんだっていう、まあ、ある種気概みたいなのを見せてくれたら、なんかこう駅伝みたいにどうしても、まあ、誰かが取ってしまうであろうところまで波及できるくらいの影響力は出せるんじゃないかなと思うので。そうですよね。まあ、ですからあの番組でも扱ってきましたけど、盗撮問題といえばね、例えばビーチバレーとか体操とか、これは言ってみればですね、ここでっていう会場があるんで、運営側がまあある種撮影についてはまあ規制する、セーブをかけるということができなくはないんですけど、今回みたいなね、この駅伝マラソンあるいはクロスカントリーとなってくると、もう大自然の中走りますみたいなことなんで、個人撮影まで同行規制をかけていくかっていうのは非常に難しいところで、まあ、これ僕いろんな議論あると思うんですけど、まあ、要は携帯電話で撮ってるわけですよ、ほとんどの人は。で、携帯電話っていうのは一民間企業の商品なんですよね。まずそれをこう皆さん踏まえる必要があると思うんですよ。ただまあいろんな意見あると思うけど、例えばやっぱりその非常にこう肌の露出が多いような映像、これはもう YouTube でも AI でアルゴリズムで自動的に弾かれていきますよね。もう携帯の中でもそういうものを撮った段階でそれが保存されないような、そういう仕組みみたいなところまで民間企業が一歩踏み込んでやるっていうことの未来、まあ、これもなんかそんな遠くないような気がするんですよね。だからそこの倫理的な是非みたいなところを議論するっていうこともまあ必要なんじゃないかと思いますけど、はい、人としてそのなんか、そういう写真をアップロードしている人許さないんだっていう、絶対に何か法的な対応しますみたいな気概も私は大事かなと思いますよ。そうですね。ケイさんどうですか？そうですね。結構このなんかマスコミもファンも悪気なくやってると思うんですよね。はい、なんかそうした悪気なくやったことが、あの15歳のスポーツ選手にとって心身的な負荷が大きいっていうことをこのニュースを通じて本当に知ってほしいなというのがあの感想で、私の経験でも、私15歳の頃に東方シンデレラっていうオーディションで賞をいただいてニュースになったんですけど、そこから芸能活動を始めて、ネット掲示板なんかで私の知り合いと名乗る人物からなんかこう私のプライベートについての書き込みがあったりとか、あと見た目に関しても短足だとかいろいろなんかこうひどいようなことを言われたりとか、結構そういうのって特に 若ければ若いほどこう真に受けちゃって傷つくと思うんですよね。っていうのをまあ、そういうもんなんだっていうのを多くの人に知ってほしいなっていうのは感じます。はい、最後のコメントの中でですね、こういうふうにおっしゃってます。次のレースで活躍できるように頑張りますので、その時には陰でそっと応援をしていただけたら嬉しいです、ありがとうございましたっていうふうに結んでるということでね、やっぱりその可能性を潰さないようにということで見ていきたいなというふうに思います。
アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。